哈，梅朗，こんにちは，るちゃんです。因为之前呢，很多观众都说想要看日本人的包包里面要装什么，所以我今天呢就特别找了我们公司的四位社员，他们四个都是很漂亮又很时尚的女生，然后大家可以看一下他们包包里面都装什么东西。然后呢，我们公司有个很特别的事，就是大家虽然没有硬性规定，可是公司每个人都是用我们公司自己做的包包，就包含我。像我现在在用的就是这个我们公司的 Bucket Bag， 然后这个是 Dark Brown， 是深咖啡色，这个我已经用了两三年了。然后我们公司除了这个Bucket Bag 之外呢，还有其他包包，就大家都用，然后再拍给大家看。那首先呢，我们就先进入我们的第一位是 Web Director， 这位呢就是我们的 Web Director。I'm Cody。那 Cody 呢，他用的包包呢，也是我们的 Bucket Bag 的俄文。中身行きます。なんだ？おお。ナイス。すごい。ハンドクリーム、これ孫さんっていう元上司にいただきました。みんな持ってる英語の本です。英語勉強中ですね。そうなんです、本当に英語ができなくって、これを見て練習し、次はこれめっちゃ可愛い。ジーンズブルーカット、ブルーカット、可愛い、超可愛い。今隣で喋ってる方とも来るんですか、プレスのみるみさん、ショップマネージャーのまさみさんと、前みんなが見たせいかさんです。そう、後ろがめちゃ盛り上がってます。ピックの香水、いい匂いだよね。これいい匂いですよね。なんか結構これメンズもいける系の薄めの匂い。これ化粧ポーチです。シェリーゼ。我们公司有一个化妆品品牌叫做 Shelize， 那他们有出很多支口红，我们公司的人也都会带着。あ、名刺入れぐらいしかない。アクネ。可愛い。可愛い。ありがとうございます。みるみさん行きます。はーい。私は RB プチバケットバッグのブラックを愛用してます。じゃあ中身を紹介します。お願いします。お願いします。で、メイクポーチで香水買った時にメンズエイトにもらいます。クッションっぽくなってておすすめです。マグネットついてて。ちゃんとしてる。私もちなみにシェリゼを入れてます。私はしてきてるメイク用品は持ってこない派です。あと私も本入れてて、これは愛とためらいの哲学。え、なんだろう、めっちゃ面白いんです。愛とはみたいな。そうなんですけど、なんかそういう心理学の人とかの、この意見をもとに、こういうふうにこう生きていったら幸せになれるんじゃないかみたいな、こう哲学的な話が書いてあります。面白いんですよ、ぜひおすすめ。これも紹介したくて、これめっちゃ可愛いんです。しおりなんですけど、これモネの睡蓮が書いてある。可愛い。箱根のコーラミュージアムに売ってるグッズなんですけど、これいろんな画家の種類が置いてあるんですけど、私はちょっとその時モネを見に行ったので、モネのしおりをいつも使っております。次はサンローランの名刺入れ、新卒からずっと使ってます。物持ち、私もコティと一緒で小さいお財布か。あ、本当だ、私と同じぐらいの大きさ。めっちゃミンティア、リースの時とかに食べるようにしてます。あとエアポッド、私もジーンズ着てるんですよ、これちょっとかけたい。おー、でもみずみさんのあれずっと絶対高いブランドと思った。これ1万2、3000円ぐらい。そう、これおすすめです。あと私もジュリークの、おお、これせいかさんにお土産でもらったやつ。はい、オーストラリアのお土産でまた使ってます。あと携帯で終わりです。みんな結構財布ちっちゃいね。そう、今なんかトレンド的に結構長財布より小さいのが流行ってるのかな。確かに。次、まさみさんです。私はですね、こちら RB ボストンバッグのブラックを使っていて、でカスタムベルトのグリーンをカスタムして。かわいいでしょ。かわいい。本当にこれおすすめ。こちらのカスタムベルトはグリーンの他に本当ブルー、ブラック、ベージュ、たくさんあるので、そこからね自分の好きなカラーとカバンと組み合わせてあげてもかわいいです。刚才まさみさん在看上面、大家想说上面有什么。何もないです。じゃあ中行きますね。お願いします。マジでいっぱい入ってるよ。だっていっぱい入ってそう。パンパン。もう見て、全部収まってるから。じゃあまずじゃーん、エコバッグ。最初にバッグからバッグ。バッキンバッグ。これこういうエコバッグでプリーツになっていて、土に帰るっていうやつで買っちゃいました。土の中入れたらなくなるんだ。エコエコエコ。じゃあバババっていくね。マジでいっぱい入ってるから。名刺入れでしょ。エコのやつでいらなくなったコルクをまたくっつけて作ったっていうやつ。へえ。これ2000円ぐらいで売ってて、財布は小さいです。でまあ携帯でしょ。私はシェリゼのポーチを使ってます。おお、かわいい。ラベンダーカラー。ドラえもん、ドラえもん。
で、ここからまたたくさん出てきますよ。ピンでしょ、伝えるやつでしょ。そうです。私が最初これテープと思ったんです。あ、確かに。ガムかと思った。こういう感じで懐かしい。なんで、で、またポーチ、インポーチしてた私。うそ。スポスイー。これ本当に最近超ハマってるから。プーのスキンスムーザーメイクベスベースってやつで、なんかね、すごいローズの香りのするオーガニックなんですけど、今マスク生活じゃん。でマスクつけててさ、喋ってたこの辺すぐさ、なんか油ぎっしょというか、なんかなるでしょ。それを抑えてくれるやつ。へー。化粧水とか全部スキンケア終わった後に自分のテカリ気になるところにこれを塗ってメイクをすると抑えるよって言うと、本当に抑えられるんだよこれ。だからあのせいかさんがクリスマスでプレゼントでしてくれたアイシャドウで、これで何でも使えるの。本当だ。ここでチークで使うでしょ。アイブロウにも使えるので、これ結構使ってます。これ1個あれば顔完成するっていう感じ。あとこれも大好き。本当にいい香りが、ミント系のアロマで、あ、なんかすっきり柔らかい香り。これをね、あのマスクとかにちょっとつけてあげるのってやるとすごいリフレッシャーされるし、なんか深呼吸できるやつね。本当にたくさんあるんだよね。あとね、こうレスキューのやつでしょ。頭が痛いとか、もう何かどうしようってなった時にこれをコーヒーとかお茶にチュンチュンって入れてあげて、お守り的な、そう、落ち着くみたいな。これもオーガニックそれなのにそれでもダメな時はイブで大事大事。であと、はい、除菌、これジェルとスプレータイプで、あと手帳でしょ。これはプロテインバーね。で本当に美味しいので 20g 取れちゃうでしょ。あとコーヒーと食べたい、あとオーガニックのナッツのバー、あとお腹が空いたら勇気のひじきのおにぎり。こっちも健康的です。健康的です。意外と。毎日食べるんですか。あ、食べてますね。ここを食べます。ここはいつもなんか家にある甘いものを何かチョイスして入れます。今日はもう一つの小腹空いたやつでおにぎりチョイス。小腹え、違うんだよ。で私のその痩せる理論としては、お腹空いた時に一気に食べるんじゃなくて、好きそうになった時にちょっとずつ食べるんだよね。なるほど。をすると血糖値がグンって上がんないから、それでこう多分保ってるのかな。30歳すごい。はい、ちょっとずつ食べるのがおすすめですっていう感じで、こんな感じでなくなりましたね。こんなに入るからね。あ、そうだ、前の動画なんですけど、あの質問がよくコメントくるのが、どうして日本人みんなそんな白春ですかって。私も慣れててなんかすごいやるんですけど、あ、でも確かに台湾やらないかも。イエーイ。そう、そう、その時になんで日本人みんな白春ですかねっていうコメントが来た。うちの会社よくしません。よくする。社長も奨励とか。イエーイ、おめでとうございます。多分気分が上がったらそれじゃない。イエーイ。そうですね、気分が上がったらもうイエーイみたいな。これ気になります。え、食べます。これ見て、4つに割れるの。食べたい。食べたいでしょ。え、美味しそう。プロテインバーってもっとなんかおーって感じなんだけど、これは美味しいの。へー。 A ムーブ、抹茶とあとミルクティー味があって、両方とも美味しい。 20g 取れるので、何がいいかっていうと、タンパク質って体を作ってるものだから、爪だったり髪の毛のツヤとか肌ツヤとか、必要なものがこうやって気軽に食べれちゃう。美味しいから続けられるのよ。美味しい。美味しいでしょ。まさみさんが毎日運動してますので、ヨガとかもたくさんやってるので、はい、まさみさんの YouTube もぜひフォローしてください。腹筋動画も上げてあります。最後はせいかさんです。はい。私はモノグラムのボストンバッグです。かわいい。ちなみにモノグラムのワンピースです。サイズがね、こんぐらいね、ちょっと違うんですよ。5センチが違います。さすが、ちゃんと大きくなっているんで、会社にも持っていきますよ。じゃあいきますよ。はい、はい、シュシュ。かわいい。これはアマゾンで買ってる水で、こだわりはないんですけど、持ち運びやすいよ。確かに水です。今日はこれ、はい、スワッチが入っております。おっと、これは新作の比較するときに使うやつ、ちょっと家と会社と持ち運んでます。で次、カオルちゃんからもらったカヌレ。あ、そう、今日買ったんです。で次パソコンにつなぐ USB。 なくしやすくって、なんか印つけようと思って。待って、これをなくすこ
ことある？なんかこれなくすんだよね。だからちょっとなくさないようにちょっとこの自己性的でこんな感じでくっついてます。名刺入れとちっちゃい、はい、全部ちっちゃい、これマネークリップとコインケースです。はい、私もちっちゃいのにしよう。はい、そんな大きいの？めちゃでかい。あ、持ってます。彼がくれたの？彼がくれた。これは買えないよ。あ、でもこれも結構古いんですよ。新しいの。次シェリゼのリップが入ってます。何色ですか？リップオレンジです。おエアポッツ、鍵です。こんな感じです。終了。日本人拍手。あ、私も中国語言えますね。はい、つがさ顔出てます。入って、私入ってる。入ってる、入ってる。コンビが一番入ってる。なんだ。好了，其实影片就这样子，不知道有没有解答大家疑惑。如果大家想要看拍什么的话，还是有什么好奇的事情呢，都可以在下面留言给我们。然后呢，我可能再找我的同事们一起拍。那这期影片就这样子啊，大家再见，拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。